平成7年台風第12号は、1995年9月に関東地方に接近した台風である。経路図1995年9月13日、サイパン島の北で発生した台風12号は、その後急速に勢力を強め、超大型の非常に強い台風となった。9月15日に最盛期を迎え、中心気圧925ヘクトパスカル。 最大風速秒速50メートルの勢力となったほか、16日には強風域も最大となった。12号は17日、八丈島付近を通過し、関東地方に接近した後に、三陸沖から北海道の東海へと進み、18日に温帯低気圧に変わった。この台風は北緯35度を超えても、なお非常に強い勢力であった。 関東上陸はせず、首都圏の直撃は免れたため、関東地方では千葉県銚子市で潮位偏差77センチメートルを観測したに止まった。しかし、この台風が仮に上陸し、関東を直撃していたとしたら、かなり強い勢力での上陸となっていた可能性があったと推測されており、東京で点一メートル、千葉市で点三メートルという伊勢湾台風クラスの 超異変差が発生していたというシミュレーション計算の結果もある。台風通過時には八条島で最低海面気圧932.4ヘクトパスカルが記録され、これは関東地方における第一位の記録である。またこの台風は強風域が非常に大きかったことも特徴の一つで、 その直径は 2150km、半径は南側 1200km、北側 950km であった。こちらは1951年の統計開始以降では5番目に大きい台風の強風域である。本州の南海上には前線が停滞しており、台風の影響で断湿気流が前線に向かって入り、前線の活動が活発化した。このため、 東海地方から東北地方にかけての各地で200ミリメートルを超える大雨となり、東京都三宅島で390ミ、mm、リメートル、千葉県大滝町黒丸で357ミ、mm、リメートル、伊豆大島で352ミ、mm、リメートルの降水量を観測。千葉県勝浦市では飛降水量が232ミ、mm、リメートルに達した。また、三宅島で 最大風速秒速35.4メートル以上、千葉県調子市で最大風速秒速31.7メートルの暴風を観測している。ありがとうございます。